先週に続きゲストはヴァンナーレ八戸の新山選手、山田選手、近石選手、この3人に集まってもらった理由は、年齢上の方から3人集めさせていただきましたおじさんずトークを広げてるようなもうベテランとして自分は思ってないんで、まだまだ若手だと思ってるんで、これを集められた意味が分からない不服のようです年齢重ねると疲れって感じやすいんですか、どうですか。感じやすいし、一番は取れないです中井アナウンサーも含め同世代の4人、今週も仲良くおじさんズトークスタートです。最初のテーマは石崎監督について。練習厳しいと有名な、ね、監督ですけど、どうでしょうか、改めて印象は。でもまあ選手からしたら、ね、成長できるし、いいとは思うんですけど、ちょっと僕にはきつすぎます成長と疲れのこのメーターどんなもんですか。成長がこんぐらいで疲れがもう上回った。近石さんはどうでしょうか。結構紅白戦とかでも後ろで石さん見てるんですけど、ちょっとこう山さんのカバーとかをちょっとサボってたら、ですサボるなさすが百戦錬磨の名将、プレーの細部までこだわります。その鋭い指摘は山田選手にも。あ、ちょっと今のは行かないといけないなって思った時にはもう指摘されたじゃあ皆さんは日頃からその体力的なまあ、ストレスも感じながら、精神的に監視されているストレスもあるということですか。監視というか、監視までは行かないから監視というか監視ですけど次のテーマはオフの過ごし方。若い頃と変わったことは。まあ、でも家族もいるんで、やっぱ家族と過ごす時間も必要なので、何もしないっていうことは昔よりは減ったかなと思います。昔はもう何もしてなかったです、本当。じゃあ疲れ溜まってんのに休みの日もやること増えたら大丈夫ですか。いや、でもなんか今何もしない方が怖いですね逆にちょっと使っとかないと一回ゼロにすると動けなくなるんじゃないか。オフわけバッキバキ近井さんどうですか、オフの過ごし方。僕結構銭湯行ってますね。あ、それは以前は行ってなかったけど。そうですね、大体行ってなかったですけど、今はオフの日の朝は銭湯行って。僕寝るの早いんですよ。昨日とかも8時に布団入って9時に寝て5時に起きました。すげえ。おじさんズトークかと思ったら一人おじいちゃんみたいな。おじさんズトーク後半に続きます。ここからは注目の試合をピックアップ。まずは明治安田生命 J3 リーグ第26節。八戸はアウェーで北九州と対戦しました。前節終了時点で2位に勝ち点差3と迫っていた八戸、この日はペースをつかむことができません。前半で2点のリードを許す苦しい展開。後半途中出場のオリオラサンデー選手が鋭いシュートを放つなど相手ゴールを脅かしますが、得点を奪うことはできず2対0で敗れました。それでも今年の J3 は大混戦。八戸と2位大阪の勝ち点差は5。まだまだ昇格を狙える位置です。シーズンは残り3分の1。ここからの戦いに注目です。次のホーム戦は今日午後7時から奈良と対戦します。しかも今日は六ヶ所村サンクスデー。六ヶ所村在住の方は芝生席が無料、スタンド席も優待割引となります。またプラスタに献血バスがやってきます。皆様の温かいご協力お待ちしております。変わっては J リーグ YBC ルヴァンカップ準々決勝第2戦。鹿島に復帰した野辺地町出身柴崎岳選手が後半から出場。その柴崎選手は後半6分、中央でボールを受けると前線へ鋭い縦パス、これが同点ゴールにつながります。攻撃の起点となり
早速存在感を見せつけた柴崎選手、今後の活躍に期待が膨らみます。おじさんズトーク後半戦、次のテーマは子どもの頃今の自分を想像できたかどうか。いやもうサッカーしてるとは思ってなかったです、まあ、しても、うん、あのその辺の草サッカーぐらいかな、はい、まあ、そういうのはやりたいなとは思ってたんですけど、うん、何やってそうでしたイメージ。何ですかね、結構トラック運転したいなとか思ってました思ってましたけど。あの近石さんはあのどういうイメージでした？自分がなんか逆に若い頃ベテランの人を見てた時に、うん、うわなんか30までやってなんか動きてねえなとか思ってたんで逆に今そう思われてるかと思うとちょっと怖いな逆にね逆に思ってたからなんか近さん全然動かねえなとかこう話していた近石選手ですが、琉球戦では試合終了間際に起死回生の同点ゴールを決めてくれました。ちかさん、まだまだ動けてますよ。そして最後のテーマは若い選手に思うこと、いろいろあるんじゃないですか。本当にイッサンと 若い時に出会ってるって本当幸せなことだと思うんで。なるほど、うん、プレイヤーとして成長幅が広いんじゃないかなと、うん、思います。そこ羨ましい、羨ましいですね。そしてキャプテンとしてチームをまとめる山田選手にはこんな思いが。自分の意思をもっと伝えてもいいのかなっていう選手は多いなっていうのはあります。自分はこうしたい、ああしたいっていうのをもっと伝えて、それで意見交換してやりやすくすればいいのに、その言わずに溜めてなんか何もつながらずで終わるみたいなことが、な話聞いてたらそんなことが多々あるんで、そこを合わせれたらもっと良くなるのかなとは思います。うん、山田さん、こう若い頃っていうのはそういうところは結構できてたんですか？主張やらなかったです。あ、できなかった。なんかその気持ちもちょっと分かるんですよね。はい、思いっきり人見知りだったんで。あ、それえ人見知りこれで、はい、これでこれでは分かりますこれでは失言ですだからすいません、これで失礼ですよ。そして近石さんは、まあ、もっとこう貪欲にね、なんか試合出るためにもっと個人をアピールしてもいいし、もっとこうサッカーに対してとか試合出るために対してとか、サッカー長くやるためとかに向き合って、もっとこうサッカーに時間費やしてもいいのかなっていうふうには思いますね。近石さんはどうですか、そういうのできてたタイプですか？その、いや、僕はできない大体できてから大体みんなあのできてないそれがやっぱできないんですよね。今日はあのベテランお三方にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。今度あのちゃんと足湯とか準備してしますまたシーズン終わりよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。なんか失礼なのに本当にこれで放送してほしいですね。これでは放送してほしいですね。これではあれはちょっとこれではもう最後は小学生がドリブルでタイムトライアルに挑戦するキッズチャレンジ。今回はリベロ津軽 SC から5年生が挑戦してくれます。5年生の部はこちらがトップ3。ランクインには20秒前半のタイムが必要です。最初の挑戦者は竹並大河くん。得意なプレーは弾丸シュート。そのパワーをドリブルでも発揮できるでしょうか。頑張るぞ。よーい、スタート。さあ、スタートから飛ばしていきます。これはいいペース、スピード重視で攻めます。早くも折り返し、あ、少し膨らみましたがロスは少ない。さあ、ラスト間もなくゴールですよ。あっと、大きくコースアウト。ゴール目前でこれは悔しい。
本人もかなり悔しそうな表情です。ただいまのタイムは22秒96。最後さえなければ。でも推進力のある力強いドリブルでした。惜しかった。次の挑戦者は陣春人くん。メッシに憧れるフォワードの夢は海外でプレーすること。頑張るぞ。よーい、スタート。陣くんもスタートから飛ばしています。果敢に攻めるリベロ津軽の5年生。あっと、少し勢いが余ってしまった。でも素早く対応して折り返しました。後半再びスピードに乗ってきました。そして今ゴール。悔しそうな表情を浮かべていますが、タイムはどうでしょうか。ただいまのタイム18秒89。見事2位にランクイン、おめでとうございます。しかし本人は複雑な表情です。背番号いけなかったです。ダメです。2位では満足せず、目標はもっと上。素晴らしいです。これがハルト。